はい、皆さんこんにちは、クニネムです。今日はね、このエンブレムを鈴木に貼り替えまして生まれ変わりました、鈴木のモコですけどもね、エンブレムを鈴木に変えまして、正直初めの何日かはちょっと恥ずかしかったんですけどもね、もう最近はもう見慣れまして、もう元々こうだったかのような、もう私の目には全く違和感のないね、鈴木のエンブレムのついたモコですけどもね、皆さんにはどう見えますでしょうか。今日は何をするのかと言いますと、この車に今つけてるスタッドレスタイヤですね、もう2ヶ月前になるんですけどもね、スタッドレスタイヤに油を塗りまして、その後どうなったのかというのをね、今日ご報告と、あとちょっと記録としてね、動画にしとこうと思います。ここから見た人はね、もう何のことかよくわからないと思いますけども、スタッドレスタイヤ、ゴムが硬くなるともう使えませんというものなんですね。で、ゴムの硬さを測る、これね、こういうゲージがあるんですけども、これでゴムの硬さを測りまして、数字で出るんですね。で、この数字が高くなりますと硬いですよと、数字が低ければまだ柔らかいですよというものなんですけども、60という数字になりますと、もう使えませんと、凍結した路面の上でスタッドレスタイヤの効果が十分に得られませんということなんですね。で、新品のスタッドレスタイヤの場合はメーカーにもちょっとよるんですけどもね、まあ、大体40ちょっとぐらい、43とかね、それぐらいだそうですね。で、私のスタッドレスタイヤは、測りますと、もう50半ばぐらいで、もうすぐ60に達して、まあ、この冬は使えるけども、次の冬はちょっと、どうしようかなという状態やったんですね。で、ネットで見ましてね、油を塗るとタイヤのゴムが柔らかくなるというような記事を読みまして、でやってみようかなと思いましてね、ちょっと半信半疑やったんですけども、それをやったんですね。どういうことかと言いますと、これ余った分ちょっと置いてるんですけども、灯油とエンジンオイルを、半分ずつ混ぜましてね、これをタイヤのサイドウォールとかトレッド面とかね、まあ、そういう表面にこの油をベタベタ塗るんですね。で、まあ、少し置きまして拭き取るんですけども、まあ、するとタイヤがこの油をなんか吸収したような感じに、私は思いましたけどもね、タイヤがちょっと柔らかくなるんですね。で、まあ、それも数字で測りまして、まあ、実際に柔らかくなりまして、で、その後、その効果がどれぐらい続くのかというのを追ってるんですけどもね、で、ですね、その時の書いたものがこれなんですね。黒で書いてる数字っていうのは、何もする前ですね、この油塗る前の数字で、だいたい50半ばから60手前ぐらいまでというね、数字だったんですね。で、油塗りました赤い数字、だいたい10近く数字が下がりましたね。で、そこから1週間10日ぐらい経ちまして、青い数字なんですけども、効果が続いてたんですね。で、それから、2ヶ月経ちまして、まあ、今日がだいたい2ヶ月ぐらい、今日は令和4年の2月の、あ、違う、3月の5日なんですけどね、丸2ヶ月ぐらい経ちまして、その後どうなってるのかということをね、今日測っていきたいと思います。ちょっとピントがいつもこれ合わないんですよね。48。49。49。
46。次は右後ろです。ノーカットでいきます。47、45。映ってるかな。もう一回やろう。48。この針がね、溝に入るんですよね。50、50、48。左後ろです。50、54。47。50、47。次左前ですけども、48。51、まあ、50.5、51にしておきます。47。47。はい、数字を測りました。こうなりますけども、それぞれね、オレンジで書いたやつ、これが今測った分です。今日が、今が3月の5日ですから、初めに油塗ったのは1月の9日ということで、だいたい2ヶ月ぐらい経ちましたね。で、まあ、その間この車も毎日100キロ近く乗ってます。まあ、たまに乗らない時もありますけどもね、もうほぼ毎日乗ってましてね、それでのことですけども、もうほとんどこの10日経った時と変わらないですね。あんまり変わらないですね。どれを見ても。
このね、それぞれを足しまして平均値を書いてみたんですね。まあ、平均、まあ、足して数で割るということで、まあ、あんまり当てにならないんですけども、まあ、参考程度に数字を平均値を出してみました。でこの油をタイヤに塗る前ですね、まあ、4本、測ったものを数で割りますと 54.1 という数字やったんですね。で油を塗りますと平均が 46.4 ということで8ぐらいですね、8ぐらい下がりましたね。でそこから10日経ちまして測りますと 47.1 ということで、ほとんど変わらないですね。1ぐらい増えましたけどもね。で今日なんですけどもね、塗った時から言いますと2ヶ月経った今ですけども 48.3 ということで、まあ、10日前から比べますと1ぐらい増えてますけども、まあ、ほとんど変わらないということで、一度油塗ると2ヶ月間効果を持続しているというふうに思いますね。でですね、時間が経つと少しずつは増えてるんですけども、まあ、ほぼそのままを保っているかなと思います。でまあ、私の測り方もね、こう手で測っていることで、まあ、ええ加減なもんですし、で取ってるデータもね、まあ、気温とか数とかね、まあ、そういうことも含めまして、まあ、一概に言えませんけども、まあ、今現状2ヶ月経って油塗る前の硬さには戻ってないですね。それを超えるようなことも当然ありませんしね、それより低い状態保ってるんで、まあ、一度塗っただけで2ヶ月間スタッドレスタイヤ柔らかくなってそのまま持続してるということで、これはもうちょっとやった方がいいかなと思いますね。で今日のこの実験ね、今日のこの結果でもう実験終わろうと思ってたんですけども、まだ持続してますんでね、春にまた夏タイヤに戻すんですけども、それまでこの実験続けようかなと思います。それまでというかその先もね、ちょっと実験見ていきたいかなと思うんですね。まあそれは今冬タイヤついてるんで、夏タイヤ保管してるんですね。で、その夏タイヤも油を塗って保管してます。はい、これですけどもね、夏タイヤから冬タイヤに付け替えた時に、これから保管するという夏タイヤの硬さを測って、でその夏タイヤに油を塗りましてね、塗った後の硬さをまた、見ておいたんですね。でちょっとところどころ消えまして、これホワイトボードなんでね、写真撮ったと思ったんですけど撮ってなくてね、ところどころ数字抜けてるんですけど、ちょっとよく見て復元できたらみたい、したいなと思うんですけど、ナスタイヤは塗った直後っていうのは少しね、柔らかくなったかな程度で、そんな効果が出なかったですね。ですから、スタッドレスタイヤの方がこの方法、効果が出やすいのかなと。細い溝がいっぱいありますよね。ですから、表面積で言うとすごい表面積あるんだと思うんですね。ですから油と接する面が多くて吸収もしやすいのかなと、まあ、吸収しているのかどうかっていうのがまだ分かりませんけどね、まあ、ただ油塗ってね、少し置くと、まあ、塗った直後ボトボトですけども、1日置いたらね、油っ気がねなくなるというかね、まるで乾いたみたいになったんですよね。まあ、当然灯油もエンジンオイルも蒸発しませんので、染み込んだように私は思ったんですね。ちょっとそこは分かりませんけども、ですからこの夏タイヤはすぐ効果出なかったんですけども、そのまま拭き取らずにボトボトのまま保管してますんで次のというか、この春にね、また車椅子を夏タイヤつけるときに、その夏タイヤどうなってるのか、またゲージで見ていきたいかなというふうに思います。同時にその時に今ついてる冬タイヤ外しますんで、その時の冬タイヤの硬さを見て、でまた保管するんでね、ボトボトにして、保管したいかなと思います。まあ
そういうことをしていることがですね、スタッドレスタイヤは硬さだけじゃなくて溝のこともありますんで、まあ、溝を使い切るまでそのスタッドレスタイヤ使えたらいいのになというふうな思いがあるんですね。まあ、溝と硬さと、まあ、どちらかがリミットに来たらもう捨てないといけないと。ですから早く寿命が来た方を延命できればもう少し使えるという、まあ、ことがあるかなと思いましてね、まあ、そこを目標に頑張っていきたいかなと思うんですけども、まあ、今日のねこの結果見ますと、ね、これ2ヶ月経っても、ね、持続してますんで、もしこのままね3ヶ月4ヶ月と、まあ、使ったとしてもまたこの元の硬さに戻っていったとしても、そこでもう一回油塗ってやればこのこういうところに帰ってくるんかなっていうのがあるんですよね。そうやって復活できたら、硬さに対する問題はもう解決というかねなくなるかなと、まあ、そんなうまいこといくかどうか分かりませんけども、そういうことを思いながらやっていきたいかなと思います。ですからこの実験ね、まあ、今日のことでもう終わりにしようと思ってましたけども、これからもね、まあ、続きやっていきたいというふうに思います。それとあとですね、まあ、こういうことをしますと、まあ、そういうことしなくてもね、なんかそれ専用のいいものを売ってるよとかね、こういう溶剤があってそれでもう一発やとかね、まあ、そういうのあるかもしれないんですけども、私がやってることっていうのは、まあ、お金をかけたら意味ないというか、それお金をかけたらそれはできるわと、まあ、最悪ねその新品のスタッドレスタイヤを買えばもう解決しますからね、そういうことじゃなくてもう身の回りにあるようなものでね、なんかちょっとするして効果があればね、いいなという思いでやってます。ですからタイヤに限らず他の整備とかでも何してんねやというのはあるかもしれないですけどね、そう力技というかね、まあ、お金の力で交換して終わりではなくてね、なんかちょっとジタバタしてみたいなと、まあ、趣味でやってますんでそこに楽しみとかなんか発見とかあればいいなというふうな思いでやってますんで、ちょっとそこは多めに見ていただいたらなというふうに思います。ということで今日はね、モコのスタッドレスタイヤ、この軟化剤と言ったらいいんでしょうかね、タイヤを柔らかくする油を塗りまして、2ヶ月経ってどうなったのかということでね、まあ、記録とご報告ということで動画にしてみました。またご興味のある方はぜひともお付き合い願いたいと思います。それでは。